この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。いやあのさ、もうこれめちゃくちゃホットな話やねんけど、うん、あ、めちゃくちゃホット？何？もうつい最近、うん、あのしずるの村上さんに、まあ俺ようお世話になってんやけど、あ、村上さん、そう、家近くて、うん、村上さんにあのカラオケ連れてってもらって、映画な、うん、うん、もう楽しくてさ、久しぶりで、久しぶりやもんな、そんな、うん、で2時間で入ってんけど、うん、2人でたっぷりや、うん、1時間半過ぎたぐらいにもう、うん、村上さんも多分ノリノリになってきたよな、うん、立って清水翔太を熱唱中に、うん、ちょ山添と、うん、携帯あのビデオにしてあの俺のこと撮ってくれと。え、うん、あ、分かりましたと、うん、だからそれは後で送ってくれと、うん、もう気になるところ多すぎたけど、まあな、分かりましたと、うん、まあ、そんだけテンション先輩上がってたらなまあ撮るわな、まあ撮るわ、でこうビデオ回した、うん、次の歌詞がなんか花束をなんちゃらみたいな歌やってんけど、うん、次の歌詞が I love you っていう歌詞やってる、うん、I love you って全部声飛んでた。え、全飛び？もうそこでオフした。いや、面白動画なんて思ったやん。もうそれ送って。ほんで、それちゃんと歌えてたとしても、うん、村上さんは何に使う気なのかな、それを。もう分からんよね。こんま不思議よな、村上さん。全部送ってくれよとか言ってたけど。いや、別に送るけど、何に使うんよな。相席スタート山添と、インディアン田淵の、激イタ珍道中。面白いなぁ。おかしな人やで、あの人は。やっぱり SNS、Twitter とかでもやっぱりずーっと様子おかしいもんな、うん、おかしい。様子おかしいね、あの人はね。何やろ、だって一回辞めさせるライブしたやろ、うん、そう。和田まんじゅうとね。うんうん。もう、ええ加減ひどいと。村上さんちょっと暴れすぎやと。が、うん、そう、暴れすぎやと。で、もうこれライブ打とうということでね。うん。言ってんけどね。辞めてくれてないね。そっから一瞬あのクラブハウス行って、クラブハウスな、うん、丸一週間ぐらいずっとクラブハウスで誰かと喋ってるっていう密告があって俺に、うん、で、あの村上さんもクラブハウスに住んでますみたいな噂が流れて、ほんまのハウスとして、ハウスとして使ってる。で帰ってきて今またツイッターっぽいね、インスタとか。あ、帰ってきたんや。あ、クラブハウスが一瞬バッと流行った時って、まあ、いろんな、うん、話あったけど。あったな、なんかいろいろな、誰々がやってるとか。そうそうそう。うん、キムが、うん、ただの一般の普通の大学生が友達同士でやってるとこに聞きに行ってたらしい、趣味で。めっちゃ変じゃない？何聞くんそれ。いやいや、キムなんてまだ軽症やで。ほんま？うん、やっぱしずるじゅんは、あの、幕張のさ、帰りにさ、うん、ジャンボタクシーっていうのあれ。はいはい。ジャンボバスみたいなサイズの。うん、でさ、うん、あの出演者がもう全員こう乗せて帰らせてもらうときある、うん、あるある。あれでさ、もうあの同じ空間の車内ってさ、うん、言ったらその先輩とか後輩とみんなざっくばらんに喋れる場所やんか。そうやな、うん、で、なんかこう俺真ん中らへんの一人席みたいなの座ってて、うん、で、みんなでわーって喋ってて、うん、で、なんかじゅんさんのなんか返事みたいなのが、うん、全然こう話と噛み合ってないね。ああ、なるほど。え、んで、え、なんか、ちょこちょこっとしか俺に聞こえてけへんから、うん、俺、ジュンさんが座ってはる座席パッて見たら、うん、イヤホンしてんねやんか。ああ。後で聞いたら、うん、クラブハウスで、うん、一般の高校生の女の子の恋愛相談乗ってたんや。狂ってるやん。嘘やろ。だからみんなの会話の相づちとか、うん、相の手が適当やったんや。だからもう違って。うわ。周りのみんなと。おもろ。まあ確かにな、でも俺の場合は別にあの本当に顔は重視してないかなとか、え、何の話してるの？ええ？なるの？一人何言ってんの？そうか、女の子の恋愛相談への返答やったの。返答やって。そりゃ噛み合うわけないな。うん、レベル違うね。イカれてるわ、面白いわ。変やもんな。変やで。二人ともめちゃくちゃおもろいわ、しずさんは。なあ、本当に面白い。なあ、さ、うん、ちょっと話変わんねんけど、うん、この間さ、うん、ちょっとこう自分にちょっとこうびっくりしてもうたというか、うん、がっかりも入ってくんねんけど、うん、あのな、久しぶりにな、うん、天一食いたいなと思って。わかるよ。あれや、たまに無性に食いたい時、うん、あっさりね。そう、こってりや。なんでやん。そう言ってたよ。あっさり野菜ラーメン頼むのキムだけやねん。おらんねん、そんなやつ。先輩が天一行こわー言うて後輩グワー連れて行ってくれて、うん、あんでこってりたまにめっちゃ食いたなりますよねって言って言ってんのに、じゃああっさり野菜ラーメンって言って、えって凍りついてんから。
キムはやっちゃうね。やってまうねん。そうって一回言ってた。あれがノリツッコミっていうのよな。むちゃくちゃ短いノリツッコミ初めてや。こんな、最短ちゃう？いや、正直油断してたの。いや、素晴らしかった。ブラジリアンキックみたいなボケしてくんなよ、お前。角がいかついて。見えへんかった。見えへんかった。四角くなって。後頭部なって。ああ、ボケてたんやな。回したから。回すなよ。膝から。ストレートに来て。わかりにくいから。ごめんごめん。いや、あのな。うん。天一行こう思て。うん、あるよ、そういう時。ほんなら、めっちゃ並んでんねんや。うわ、天一、ここの店舗めっちゃ人気あるやんと思って。はいはい。で、うん、まあでももう並ぼう、どうしても食いたいから、うんうん、並んでて、うん、なんか2列ぐらいに分かれてて、うん、なんか予約のお客さん、うん、飛び込みのお客さんみたいな感じで分けてたから、うん、だから飛び込みやから、うん、もうこっちか、みたいな、うん。こんなことやってる天一あんのと思って、うん、そこでうっすら違和感は感じてる。はいはいはい。でもまあまあと思って、結構並んでて。で、店員さんがバーッと降りてきて、500のお客様、うん、まずあの3階の方どうぞって、うん、えそこでも予約で1階に天一どんってあんねん、うん、あ上の天一なんかこう拾おうと思って、うん、で3階どうぞでこちらの列のお客様俺が並んでる方、うん、1名様ですか1名様ですかって聞いていって、うん、1名様、2組、4階の方へどうぞ、うん、え4階までこの建物全部天一なんかと思って15やなあ、うんで、わーって、上がっていってん、階段で。で、俺が並んでた列にはな、他女の子ばっかりやって、うん、俺だけ男やって。で、4階って言われたから、バーって階段登っていって、なんか、真っ白なさ、階段でさ、うん、なんか可愛い階段やねんか。なんでこんな感じやねんと思って。うん、内装も真っ白で。で、4階パッていざついたら、うん、めっちゃ可愛いケーキ屋さんやって。上にあるケーキ屋さんの列に並んでて、俺。はずめっちゃはずいやん。え、どうすんので、うん、俺な、並んでる時は、カップルとかもおったし、男の人も一人二人おってん。うん。女の子しかおらんかったら、さすがにもっと違和感感じたと思うんだけど、うん、ちょっと男の子もおったから、今日なんか女の子多いな。天一ってでも女の子にも人気あんのか、そうかって思っててん。うん。で、入ったらめっちゃ可愛いケーキ屋さんで、うん、こんにちはとか言われて、どうしようと思って。全然違う口してんのに。こってり食いたいよ、うん。こってりなんのラーメンを食いたかったのに、でも慌てて、すいませんとか、間違えましたとか言って、パーって変えんのも、店に失礼やし、ちょっと不審がられても嫌やし、と思って、あーどうもって俺も言って、どうしよう、何が一番最善の策やろと思って、その時めっちゃ慌ててたんやけど、なんか、まあまあ、なんか一個買うんちゃう？そうやねん。で、できるだけこってりしてそうなモンブランにして。いや、替え聞くか。で、モンブラン、店の中で食うて、下降りて、こってりラーメン食うて。あ、もう店内でそうか食う。イートインのとこで。並んでたから。並んでたんや。あー、もう最悪や。最悪やって。デザート先に食うて、ラーメン後で食うたわ、俺。チャラいっぱいやったもん。いや、俺、途中まで聞いて、うん、俺もうすぐピンと来てて。うん。あの、11月10日が天一の日かなんかで。あ、そう、10月1日か。あ、天一か。うん。あの、俺、最寄りの天一が、11月10日かなんかが、うん、この日に来たら、ラーメン一杯無料券配る日みたいな、え、熱っ告知があったんよ。うん。だそれかと思ってた。あ、なるほど、ね。全然違ったんや、その列。全然違った。めっちゃ可愛いケーキ屋さんやった。はずかったで。はずいて。めっちゃケーキ楽しみにしてるやつ振る舞ったけどな、そら。男ピンな。男ピン。カップルやって最低限。まず、常連やと思われてるやろし。あの他のお客さんからはな、うん、絶対そう。で店員さんからは多分、うん、あ、だから俺前に並んでる女の子と、うん、お二人様ですかってやっぱ聞かれたもん。それも後で意味分かってん。それはカップルだと思うわなと思って。そうだな。な何時ぐらい？いやそれがな、あの天一って11時開店が多いんかな。うん、その店も11時やったよ。うんうんうん、俺10時50分ぐらいに行ってて、うん、10分ぐらいな。もう。ここがうまい知ってる人やん。そうやねん。うん。いや、もう、絶対そう映ってるやん。うん。でも俺だけ、こんな知らんと、俺はずっと天一に並んでる気持ちで並んでたから。え、何この可愛い内装、この階段、細い階段と思って。4階 ?3 階え、なんでカップルだと思われたの服装は服装。え、服装は、うん、あの山沢が前俺に言ってた。あの服装で。あの服装。もう怖いて。ほんま、あんな男が一人で。何私服警官。私服警官っていうな。カーキーの、俺、上着と、最高やね。薄、
薄青の水色ジーンズ履いてるから、うん、お前俺のこと相棒って呼ぶ、ね、相棒って呼ぶな、うん、いややっぱ田淵の相棒のパワーやっぱ半端じゃないからそれやめろよお前いやいやお前から言い出してんねいや俺から言い出したけど、うん、でお前があんなパワーにあったら俺先行かせるてか俺自分が相棒の見た目してると思ってないからてか忘れてるからそんなこともちろんねリスナーの皆さんはねご存じないと思うんですけどほんまつい最近ね、うん、あのこれについてくれてる劇いた珍道中で唯一、まあ、編集してくれてる箱っていうね後輩がいるんですけど作家のね、うん、作家の、うん、でその箱のねいつも あのこれからよろしく、はい、といつもありがとう会を、兼ねて3人で飯食って、はい、でその帰りに渋谷駅の八甲前かあれ八甲前やな八甲前行ったらなんかもう変なおっさんいたんですよめっちゃ変なおっさんなんですよなんかねゆらゆら千鳥足とかじゃなくてゆらゆら歩いて通りすがりの若い女の子にわざとぶつかりに行くっていうおっさんやってんなちょっと当たるっていうそう体ちょっと当てるっていうそうめっちゃ気性おっさんやったんですよでそれは俺もおっさんも改札の方向かってて、うん、で後ろ姿やったから俺らはちょっと酔っ払ってんのかなって思ったそう絶対酔っ払いと思ったほなら改札付近まで行ったら U ターンしてまた若い女の子物色しだしてんなそうそうでもキモー言うてでよう見たら当たってんすよそうで俺がもうさっき気づいて田淵と箱にちょっとあのおっさん見てやばいわっつってほら当たりに行っとるわ女の子にめっちゃ当たってたもんなでなんかこうもちろん当てられた女の子もなんかちょっとこう怖っみたいな顔してて聞いてたよめっちゃでもう新しい女の子を続々と狙ってる感じがあったから、うんうんこれちょっとあのおっさん見過ごせへんなってなってほんなら田淵がやっぱさすがの正義感ですよちょっと俺が当たりに行ってくるわあのおっさんに確かにねやっぱねあの激イタパートナーとしてこんな心強いことなかったんですよあ俺も行くわと箱俺らのことしっかり見ててくれて、うん、って言ったら田淵がじゃあ俺先行くわって言い出したんですよでおっさん探したら、なんかね、ヘリみたいなとこに腰掛けてて。そう、ほんまにハチ公の近くのとこの、ちょっと腰掛けれるなんていうん、銀色の手すりみたいな、ごっつい手すりみたいなとこな。そうそうそう、そう。座れるやつ。みたいなのがあって、うん、そこ腰掛け取って、もう、田淵が真っ先にそのおっさんの横座って、で、なんかね、おっさんが女の子行こうとした瞬間に、自分が先に当たって、守るぞっていう目つきで座ってたんですよ。そしたら、目つきしてた俺。そのおっさんが、隣急に座ってきたごついがたいのね、田淵の方をチラッと見て、逃げるようにね、足早にね、なんかこう、離れていって、で、田淵が、もう当たりたい体になってるから、すぐ追っかけるんですけど、もう、歩道のね、信号が赤点。めちゃくちゃ赤信号に変わった。だ直後でパーン逃げられてそう赤を走っていきよくないつって思って、うん、よくよく考えたら、うん、田淵が薄いデニムに白 T に、カーキの MA1 着ててお前それ相棒やないかいってそんな見た目お前私服警官にしか見えへんねん俺先行かしてくれよってなったって、ね、っていう話なんですよね私服相棒田淵だけやからもう今てか私服相棒って言うな絶対この時代私服相棒って言うなもう何回も俺私服相棒にしようと思ってしてたらお前せやねんって言うけど四文字熟語のこれから大喜利だった私服相棒って書ける全部漢字でマストで何の四文字熟語やねんそれ面白何文字とか急に振られる時あるやんある、うん、あるな、うん、あの時私服相棒で私服相棒やって知ってくれてるやつしか笑わないの何私服相棒俺だけ笑いすぎてお前だけやからこいつは気持ち悪いで気持ち悪いって説明でなかしそうなと今の話長いっていやあれちょっとな、まあ、確かにちょっと順番間違えたな順番間違えまず弱の俺から行って俺で太刀打ちできひん時にそうやな相棒降臨させんとでもあのおっちゃん小柄やったし、うん、山添ぐらい身長高くても同じぐらいビビられとったんちゃうあー確かに小柄やった多分な小柄のぽっちゃりのなんか気持ち悪い感じだったのあいつなんかちょうどさこの人変な動きしてますって言われても
何がですか、ちょっと酔っ払っててとかで言い逃れできそうな犯行というかね、うん、めっちゃなんかやらしいやり方やったよな。そう、立ち悪かったよな。ギリ犯罪未満みたいな。そうそうそう、あれはあかんな。渋谷とかようなんか周り見渡したら、うん、ちっちゃいなこと、いろ変なことやってるやついっぺいそうやな。いっぺいいっぺいそうだぞ。えっ、こいつ髪型、髪型かい。え、じゃ髪型。あ、髪型かい。かかりすぎてるわ。かかってない。これね、皆さん、あのね、田淵ちゃん今日ね、なんでこんなかかってるかっていう、ね。かかってないでしょ、別に。まだね、こう、オフってないんですよ。オフれてないんですよ。何やの、オフれてないって。オフれてるわ。家やし。というのもね、田淵ちゃん今日ね、M1 準々決勝やったんです。準々決勝やったけど、その余韻でかかってんちゃうねん。かかりすぎて。何時間前やねん、出番。もう持ち込むなって。持ち込んでないねんって。激いた、沈道中に。沈道中って言うて。沈道中の中を何々中の方で使うな。何しとんねん。いや、まあ、確かにね。ほんまにあの、僕たち激いた沈道中は、あの、改札に向かうふりして、ゆらゆら歩いて、女の子にちょっとだけ当たりに行くおっさんだけは許しません。許しません、絶対。俺が隣に座りに行きます。うん、もうこれだけは。あれはほんまに。もう絶対、それちゃんと言っとこう。やっぱ男子としてね。それ守らんと。あと俺の、なんかその正義感がどうこうとかは別に言う必要なかったやろ。俺そんな正義感めっちゃ強いやつちゃうしな。いや、お前もうキリッとしてた。キリッとしてないって。俺が先にあのおっさんに当たりに行くっていうのと、じゃあ相棒やん、うん、そんなん言うたもんやったら。いや、相棒やん、本物の。本物の。俺は私服相棒なだけやねん。私服も俺にとっても相棒。いや、全然そんなに生まないし。エッグ、これ一生残るやん。うん、しばらく滑るやん。これとかあんま再生回数いってへんからさ、じわじわとしかさ、再生回数。浸透してから急にむっちゃ聞かれるの、今の。確かにさ、万が一俺らが売れたりでもしたら。したら、時には。売れるのと比例して滑るやん、俺。遡って。遡り滑りする。嫌やな。めっちゃ嫌やって。ほんま。俺ら遡り滑りすることめっちゃ言うてるからな、このラジオの中で。そうやな。言うてんのかな。だって、その時めっちゃ楽しかったけど、うん、マリトッツォとかやばかったし。あれはやばいね。あれやばいって。あの時、うん、わー言うて笑ってたけど、マジ2、3年後とかに聞いたら、激イタタトゥーや。もう消せへん。激イタタトゥー入ってもうてんの、もう。な。これはでも背負っていかないかも。そうやな。うん。もう激イタ沈道中って歌ってんねんから、うん、そこ気にしたらあかんし。確かにな。そうやねん。痛いこと言うてなんぼみたいなとこあるから。みたいなとこはある。あるやろ。どうやった？え？準々は。あ、準々決勝は、うん、よかったよ。お客さんもあったかく。うん。うん。ただルミネやねんな、今年。今年の準々決勝はルミネやってんけど、うん、普段、劇場で寄席とかやってる時って、楽屋の近くのモニター、でっかいモニターとかに舞台見れるように。裏のエレベーターの前でめちゃくちゃネタ合わせしてるもんな。そんな話したんちゃうねん。ん？ただその結果が繋がってきとんねん。でも。そこは譲られへん、ね、すごい。そこは譲られへんけど。ヒーローツッコミや。ヒーローツッコミってないねん。そんなジャンルないねん。なんや、あるもんみたいな。ちゃうねん、そのモニターがな、全部消されてて、集まってまうから、多分人が。で、うるさくなってまうから、消されてて、見られへんねん。で、袖にも、今、ネタやってるやつらの次とその次ぐらいしか行かれへんから、みんなのネタ全然見られへんねん。やっぱこのご時世からね、しゃあないしてるから。うん。から、もう正直分からへんねん、みんながどんなもんやったかって。そうか、そうか、そう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 。まあ、俺ら的には、うん、ええ感じで、これもまた恥ずかしい話なんやけど、うん、俺らって、うん、キムと2人で漫才やってる時に、うんうわぁ、ええー、感じでやれてるなぁっていう時って、うん、めっちゃ目合うねや、キムと。へぇ。うん。なんか、備えな時って、うん、あんま目合ってないねんか。へぇ。そう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 。なんか目合わさずに、ふわふわした感じになってるってのかな。なってるってことなんかな。だから、ええー、感じでやれてる時はね、めっちゃお互いが目 見るタイミングが多いねん、うんうん。ネタ中に。それが今日、ええー、感じに多かったから、うん、うん、悪くなかったかなと。なるほどね、うん。乗ってる時や。そう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 。いいね。めっちゃええ感じやった。うん、うん。うん。もっとお客さんもごっと緊張した感じなんかなとか心配しててんけど、うんうん、そんなこともなく。ええー。うん、めっちゃよかった、めっちゃよかった。これ期待できるな。もう、でも、だって、30弱とかになるんやろ準決勝って言ったら毎年。もう。そやで、ここ、結構絞るで。120おるんやで、準々決勝出てるメンバー。だから5分の1か。もっとやな。
25やとしたら125やろ、5分の1だ。あ、5分の1か、うん、5分の1以下か。そう、まあ、ぴったり5分の1やな。25で125やったら。そうか、え、125組ぐらい残ってんだ今。いや、俺ちゃんと調べれてないけど、それだいたいそんなもんか、5分の1ぐらいか。5分の1で減らすねん。あー、ケーキやったらもうあらへんで、5分の1やとね。うん、え、まあホールやとしたらあるけどね。全然ホールで言ってたわ。ああ、じゃああるね、2人前ぐらいある。まあただホールで見た後に5分の1にカットされたやつ見たらやっぱほぼとんどないなと思うよな。ほぼとんどって、ね、今日厳しい、今日ちょっともうどうせお前も噛んでの2回スルーしてねんだ俺は実は実はそんなこと言うても意味ない思って。いや、俺はもうほんまにこの芸人を志した時から、うん、自分に甘く人に厳しくっていうのを心がけてやめてまえよそんなやつ本来逆やしな、まずな、もう真逆みたいなこと言ってもってるから、自分に厳しく、そう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 、他人に甘くない、そう、他人に甘くせんくてもええんやけど、自分に厳しくは大事じゃない。でも、あ、それがかっこいい人の生き方なんや。かっこいい人っていうか、まあ180度間違えてた。180度間違えてたらもう正解なんかもしれんけどな、真逆すぎて。そうか、そうちゃうて、多様性か時代は。うん、いや、そんなことないけどな。まあ SDGs 言うてますけど、なんか続き喋れんのかお前SDGs みたいなもん出してもうてお前ごときが、お前ごときが対極におる人間がSDGs の逆の言葉って言ったら山添やろもうSDGs を言うなお前は。僕はちゃんと考えてるよ。それこそ SDGs の何してんねん。お仕事この間さしてもろて、おう、でなんかそれがまあ、SDGs って何項目もあるやんか、うん、でそれをなんかこうみんなでこうさらいながら、うん、SDGs 関連のネタとかを見つつ、うん、でゲストの方が、うん、視覚障害者の方の、まあ、すごく知識のあってサポートとかに入ってはる方が来てはって、うん、なるほど、視覚障害者の方がどういう風に実際見えてるかみたいな、うん、まあ、体験するコーナーみたいなのがあったんよ。ほう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 。でさ、あの点字ブロックってあるやん。点字、うん。あれを頼りに、あのこう棒でさ、触って、うん、そういう人たちは、場所を移動しはるわけやんか、うん。で、それを体験してんけど、めちゃくちゃ、やっぱ不安なのよ。怖いやん、めっちゃ怖いね。俺は、完全に目隠しの状態とか、うん、めちゃくちゃこの視界が狭いっていうのを体験させてもらってんけど、もう本当に怖くて、あの点字ブロックを触るあの棒がすごい頼りなの、うん、なるほど。だから点字ブロックの上に自転車止めるのとかも絶対あかんし、うん、っていうのを体験させてもらってん、うん、でそれの数日後に、うん、最寄り駅で、あ、違う、新宿駅や、新宿、新宿駅、うん、あのグリーンピースのパチンコ屋とかスロット屋か、うん、とかがある、あの何サロかなってとこあるやん、うんうん、東南口の、うん、あるある、あそこにその棒を持って、うん、迷ってる人やはってん。おう、で俺それ話しかけて、おう、どうされましたかっつって、ほんならどこどこ行きたいんですけど、うん、みたいな、ちょっとわからなくてっつって、でそれがもうすごい近いとこやったから、あ、そうなの、逆方向ですよって言って、うん、僕時間あるんで一緒に行きましょうっつって、うん、その人の手を持って、おー、素晴らしい、一緒にお店まで行って、うん、っていうのはもう完全に SDGs の仕事のおかげで、はあ、それはすごいな、俺のこう意識が変わったんだな、変わったっていう、うん、はあ、それはちゃんとええ話やった。いいですよね、うん、実は SDGs にもう肩まで使ってます。肩まで使ってることになるのこれってもう俺まで詳しくないねんけど、いやでも今までの俺やったら、うん、声かけて、うん、点字ブロックに自分が目線いってとか、うん、ああ、そうやな、そこまで多分気配れへんかったもん。ああ、まあそうかもな、うん、点字ブロックめっちゃ見るようになったしね。ああ、そう、やっぱ意識変わるか、チャリどけなとか思うよ。なるほど、うん、そのホームとかでもな、普通にその上並んで持てる人、そう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 、ほんとそう、あれほんま危ないもんな。危ない、そう、あの杖が、あの棒が目なわけやもんな。そう、うん、あれが頼りになるからさ。浜田雄太郎が大阪でも言っとったわ、ほんまに、そのやっぱりめっちゃその困るって、展示の上に何かあったり人がおったり、うん、うん、
そこはもうやっぱり気にしていかなあかんよな。うん、うん、ああいう人ってさ、その言ったら嗅覚、味覚、うん、聴覚とかがその分なんていうの研ぎ澄まされたりしてるの、うん、どうなん。あ、それってどうなんやろな。浜田君に聞いたことない。俺実は竹地さんと一緒に浜田の家で3人で飲んだこともあって、うんうん、いろんな話してんけどその話してないな。でもそんな気するよな、うん、もしそうなんやとしたら田淵のでかい声は本当に迷惑やと思うからちょっと意識レベルで下げようか。あ、そんな話になんねや、これ。え、めっちゃだるいわ。それやったら。いや、俺が高まってるから。高まってる。うん、いや、まあ、高まってるやろ、前よりは。その SDGs 関連の仕事行って、うん、意識はちょっと高まってると思うけど、その、むちゃくちゃ高まってはないんじゃん。今高まっててる途中ちゃう、まだ。もっと高めていきたいけどもね。そうやろ、うん、そうやろ。でも、その、ちょっとだけ自分が高まった時に、うん、自分より高まってないやつをすぐそんだけむちゃくちゃ悪く言うのもどうかなと思うけどな。やっぱ高まってないやん。いや、SDGs 関連の仕事は俺も行かしてもらったから。あ、じゃあ、SDGs 高まりつつあるということやね。SDGs 高まりつつあるな。ただ甘いな、まだ俺は。じゃあお前の SDGs 聞かしてよ。俺の SDGs？ うん、俺まだ他にもあるからね。え？お前 SDGs まだあんの？やっぱ、お尻拭くの1枚少ないとか。あ、出た。あれも SDGs やから、エコー男子やから俺言った。環境に優しいな。そうなんです。俺もずっとうん、あれやな、頻繁に割り箸をもらって帰ってきて持ってたけど、うん。そのお箸をやっぱちゃんと買うようにしたな。ああ。その家ではやっぱちゃんと、その、うん、何回も洗って使える箸にしようっていう。ああ、もうずっと割り箸やったんや。うん、割り箸なんかもらって帰ってきて持ってた。あー、もうその時点で SDGs の前の、うん、なんていうんやろう、ヒューマンレベルが俺よりも下やね。あ、ヒューマンレベルって言いたかったほんまに。妥協したと思う。ちょっと折れたよな。なんかちょっと理想じゃない感じ。すごいな、トモチ。あれと思って。今ちょっと抜いたと思う。なんか抜きよったと思って。今のなんやん。しっくりくるワードではなかった。なかったな、うん。パーソナルなんちゃらみたいなこと言いたかったのに、ヒューマンレベルになっちゃいました。絶対にヒューマンレベルって最初から言いたかったわけじゃないやんって思ってもうたわ、今ごめん。いやいや、さすがです。ごめんごめん。ちょっとビンビン伝わってきたから今。なんとかこれでなんかお納めください。諦める人間こんな近くで見たら久しぶり。今週これでお願いしますみたいな。俺ってまあまあええけど来週から頼むでまたっていう。へへへ、ヒューマンレベルって書いてあるけどこれ何やねんこれ。へへ雑魚やな。何やねんそいつ。あ、俺さ、うん、この間な、大阪仕事で行っとって、うん、ほんで一泊やったから、うん、めっちゃ久しぶりに、うん、俺大阪時代にな、田中良池田さんっていう、うん、俺の4年先輩の池田さんっていう人に俺当時からめっちゃ世話になってて、うん、で、たまたま会って、うん、森の宮の劇場で、うん、うわ池田さんって言って、お久しぶりですって言って、うん、今日夜空いてないですかって言って聞いたら、うん、あ、いやで行くかって、うん、ほんまにあの頃みたいに普通にオッケーしてくれて嬉しいってなって、うん、で、お前何時までって言われて、俺18時過ぎに終わりますみたいな。あ、ほんまみたいな。俺17時過ぎに終わるから、ほんな終わったら教えてや。って言われてて、うん。で、仕事終わって携帯見たら、池田さんから LINE 来てて、うん、すまん、田淵。19時から20時スタートぐらいでもいい、うん、って来てて、うん。あ、全然大丈夫ですよ、うん。で、その間に誰か誘われたらそっち行っといてもええし、みたいな感じ来てて。うんうん、全然そんなって言ってて。でも19時から20時スタートってなんか広いなって思ってて。うん、まあでもその間に仕事終わるってことかなと思って、うん、まあ、で待ってなんかネタ合わせとかな、うん、ちょっと予定がそうやね、うん、ほんで待ってたらほんまに8時前ぐらい、うん、20時前ぐらいに電話かかってきて、うん、すまんすまんみたいな、あ、もう終わりましたみたいな、あ、もう動けるでみたいな、うん、で昔を連れてもらってた鉄板焼きのお好み焼き屋さんがあって、うん、たこで飲もうかって言って、うん、その店の前集合って言ってて、うん、で同じぐらいのタイミングついて店の前に、うん、で池田さんお疲れすって言って、大丈夫やったんすかみたいな。仕事やったんじゃないですかみたいな、うん。急にみたいな。うん、あ、いや、ちゃん、仕事じゃなかったん、うん、って言ったって。うん、え、何やったんすかって。あのな、
じゃあ19時から20時みたいなちょっとあやふやな言い方になって思ってたやろって言われて、うんうん、そうっすよねって、うんうんうん、いや実はな今の俺あの結婚して一昨年で今な実はあの子作り期間中やねんって言って、で急遽お前と飲むことになったから、うんうん、酒飲んでまうと実は昨日、うん、今日明日がチャンスで昨日ちょっと忙しくてできひんかって、うん、今日チャンスやから、うん、お前と飲んでまう前に一発やってきてんって言われて俺子作り待ちしてん初めて。はあ、妊活や、妊活、妊活中やってん。へえ。俺と飲んだら結構深くいくって思ってはるから。なるほどね。そうそうそう、なんかそのいろいろ気にして飲むのも多分に悪いって多分気使ってくれはったんやろなって思ってくれて、うん、そしかも奥さんのこともちゃんと考えなあかんから、ね、俺と飲む前に絶対ちゃんとしとかなあかんからっつって、一、うん、回家帰ってはってちゃんともう妊活してから来はって。でも何時に自分が発射できるかは分からへんから分からへんからちょっと19時から20時だったよな。そうそうそう、そこでなるほど、それ時間指定できんわと思って。そうかそうか、そうやね。でもなんか、うん、なんか嬉しかったし、うん、嬉しかったし、でもめっちゃ時間経ったんやなって思った。あ、そうよね。うん、その頃なんか毎日連れてもらってて、でももう今は旦那さんになって妊活中かみたいな、家族を持とうとしてはるってことやもんな。そう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 、いやーちょっとね、すごいな、すごい、なんかこう嬉しいし、なんか初めての経験やって、うんうんうん、あんまみんなないと思うんだけど、なんかあれやわ、うん、何の時、あ、インディアンスのライブかな、うん、何のライブやろ、なんかのライブの時に初めて俺も K さんの口から今妊活しててっていうのを聞いた。妊活ってなんかドキッとするよな。ドキッとする。で俺今までその聞かんようにしてたから。ああ、そうかそうか、うん、まあ K さんから言ってきゃったら別にその、うん、あれ、まあ一応デリケートの話やもんな。そう、コンビのおでし、うん、まあ女性やからさ、そうやな、だから聞かん方がいいだろうと思ってそっとしたけど、初めてこの間ライブ中に K さんからへえ聞いたね。そうか、それなんかすげえな。なんか、ああ、そうかそうかっていう。まあ、そうなんやけど、なんかハッとするよな。うん。なあ。うん、へえ。なんかうまくいったらええなって思いながら、最近の俺の芸風やったらさ、うん、なんかしら悪態ついてモテるやんか。俺今なんて返したらええんやろって一瞬ドキマンしてる。そこは普通でええやろ、もう。そうやな、最近ちょっと悪態目立つな、確かに。そうやろ。うん。ほんまに。あかんで。でも本性やもんな。いや本性普通やもんな。楽やろ、楽しんちゃう、その方が振る舞い的に。いやいやいや、その全てを本性ってされるとなんか多分あんま良くないやつもあるから、ね、それはちょっとデフォルメしたり持ったりしてるのは、うん、みんな分かってくれてるやつから。だってこの間ラビットのロケで台本に、うん、俺言ったっけ、知らん、経緯説明あって、うん、山添かっこ狂気的なボケって書かれてた。俺もさ、ライバル芸人もしかしてランジャタイの国崎さんとかなってんの、うん、勝てるわけないねんけど、うん、ちょっとフィールド変わってきてんじゃん最近。フィールド変わりすぎやろ。変わったなぁ、ほんまに。いやでもおもろいと思うで、そのなんかでもだってずっと同じとこおる凄さもあるけど、コロコロ変わってるで、俺もコロコロ、ま、だってもうだってまた何年後かには分からんやろどんな格好言ってるか、うん、それはあんまおらんからな逆に。ほんまにそのマルチ商法芸人とか言われてる可能性もあるしな。最悪やな、サイコパス芸人から。山添やったらマルチも言われてもおかしないな。宗教勧誘芸人とか。いやいや、それはもう宗教勧誘したい。ただ芸人ってなんやねん。その芸人なんやねん。まあまあ、でもなりゆきに任して俺はいい気がするけどな。うん、ポジションなんかいろいろ変わっても OK やろ。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りしました。